でも、日りさんすね家事歴だいぶ長いじゃないですか。いや、だから正直ね、だ最初の方は葛藤あったよ、俺は。 あ,あったの無職の時代。っやっぱりなんか俺恵まれてるなって思うもん。それがさ、だから自分の能力だったらさ、鼻高々でいいじゃん、引けらかしても。それが俺が勝ちか、勝ち取った能力でも権力でもないから、だからそれに対する、なんだろう、見合わなさ、自分の才能との見合わなさみたいな葛藤は正直あったぞ。<ー>で、折り合いついたのは本当にだから、あ、俺才能ねえなって思ってぐらいからですよ、僕が折り合いついたのは。<え>何か才能があると思ってらっしゃった あのね、西村くんね、これね、すごい悲しい話なんだけどね、<あ>そこそこ金持ち、金持ちのやつって、それなりに最初から優秀なんですよ。ああ、習い事とかお金出してもらえるもんね。そう。あ、そっかそっか。あ、だから普通の一人はちょっとできるのが当たり前だから。そう、宿題。何かサイドあるんだと。うん、で、なんかあの、その一日のスケジュールの中に宿題やる時間とかもあるのよ、ちゃんと。そういう生き様で動いてるか、親が。 親がまともだからね、そ<う>あで宿題忘れてきましたみたいになると、あこいつら、靴だなみたいになっちゃうんだ。そう,そうそうそう。それ、親が決めたスケジュールなのに、自分がやってるかとて思っちゃうのね。でしょそうなの。ああ、そっかそっかあ。早く寝させられたりとかね。そうそうそう,そう。親が干渉しないと、なんか夜更かしとかしてて、朝遅刻するみたいになるからね。ちゃんとだから、そ,まあ、そういう意味で言うと、生活水準が高いがゆえに、基本的になあの小学生とかだと、割と勝手に上位陣にいられるわけですよ。 あなんか塾行きたいって言ったわけでもないのに、そのんか塾行ってるみたいな、ね。行ってるし、で、だんだったら、だから、その、宿題とかしない人の方が半分ぐらいいるわけじゃん。うん。だから、宿題するだけでさ、追いつけちゃうじゃん。その学校の授業にも。あで、そうすると、まあ、普通よりは成績違反に入っちゃう。そうそうそう。普通に言われたことやってるだけで成績違反になっちゃうから、俺、普通に頭いいんじゃんって思っちゃうんだ。そう、勘違いするじゃない。小学生ぐらいまで通用するじゃない、それが。まあ、小学生ぐらいって、君、勘違い長かったね、じゃあ。あと俺、幼稚園の頃とかも天下だったからね、俺の。 あのもう40過ぎた日和さんが<の>いつも地盤の話が40過てるのが僕もが痛い<笑><笑>なんだいいじゃねえか俺の俺の輝かしい時代の話させろよ俺の <laughs>、はい、もう双子の妹からはね一緒に遊ぼうよって両手引っ張られてね <laughs> 本当痛い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 よ二人とも遊ぶからさみたいなのの真ん中にいたこの俺ですよ本当に <laughs> この話も30回ぐらい聞く <laughs>